竜が如くゼロ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、まこっちゃんのとこに戻りましょうか。行き先はホームレス街だったよな。ダンボールハウス。キリュウさん、あれ、もう一人、もしかしてお兄ちゃん。お兄ちゃんって、わかった。二人とも状況を説明させてくれ。少し長い話になるかな。本当長くなるよねこれ。兄が東島組にさらわれた。そんな。兄って立花？え？この子殻の一粒の持ち主だろう。その二人が兄弟ってどうなってんだ。いっぺんに聞くな。とにかく今は橘を取り戻すことだ。なんで、やっと会えると思ったのに。橘をさらったのは道島組の渋沢の指図だ。渋沢？大阪で俺たちを襲ってきたやつだ。道島組若頭補佐の一人。今はそいつが道島組を動かしているってことらしい。道島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよね。すまない。俺があいつを守ってやれなかった。でも必ず連れ戻す。俺が命に変えても。アジア街の顔役からだ。電話してくる。俺も行くぜ。いや、残っててやれよ。兄をお願いします。お願い、お願いだから。わかった、すぐに会わせてやる。必ずな。てかこんなさ、派手派手ファッションズがさ、ホームレス街に出入りしてたらさ、いやでも目につくと思うんだけどな。アジア街から立花の居場所を聞くんだ。すぐに電話しねえと。ああ、携帯ない時代って不便だね。アジア街の顔役ったら信用できるのか。ああ、俺は立花が連れてかれた後、アジア街、アジア以外が立花の居場所を掴んだすら、急がねえと立花が殺してしまう。電話しよう。時代だなぁ。100円入れると、お釣りが返ってこないから、10円玉を100円分入れたりしてね。やったなぁ。桐生さんだね。陳さん、立花の居所は掴めたか？殻の一つぼに隣接しているハイビルだ。七福通り沿いにあるクレッシェンドビル。そこの地下室に連れ込まれたらしい。クレッシェンドビルだな。人数は7人程度。ただ、クゼという男がそこにいる。知ってるね。また戦うのかよ、あいつと。クゼは渋沢の命令で動いているようだ。その前は阿波野についてたが、くら替えしたと見える。よほど後がないらしい。だが、そういう男ほど危険だ。わかっている。立花さんを頼む。桐生さん。錦。立花は七福通りのクレッシェンドビルだ。クゼもいる。わかった。とにかく急ごう。クレッシェンドビルへ向かえ。よし、やってやろうぜ、キリュウ。でも本当に錦に迷惑かけんの嫌だったな。でもやっぱ心強いのは心強いんだけどな。よし、行くか。いで。おい、気をつけろ。クレッシェンドビル。ど
言うほど遠くないんだよね、殻の一粒って。あいつやる気みたいだぜ。上等じゃねえか。やべ、疲れちゃった。やべ、めっちゃ走ってきてる。走るヤクザ面白いな。観念しろよ。よいしょ。はい、やば、舐めてんのか、あんな HP で。はい、はい、よいしょ。はい、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 よし、顔、オッケー、すげえ痛いね。よいしょ、よし、はい、いてててて、はい、シュ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 、そろそろ死にそうだな。早くしとくか。はい、はい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 、よし、オッケー、いった、やば、死ぬ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 、飲んどこ、危ねえ、うん、よいしょ、これは確実に死んでると思うんだけどな。一応死んでないってことでいいんだよね。よいしょ、オッケー、よし、オッケー。何すんだよ、ちょっと待てよ。ここか、クレッシェンドビル。異世界って店めっちゃ怖いな。この中に立花がいるんだな。ああ、このビルの地下室らしい。キリ、一度入ったらもう後戻りできねえぞ。準備はいいか。オッケー、行こう。ああ、行こう。じゃあ次、六本目行こうか。ああ、七本目もまとめていっちまった。うわ、もう最悪だ。指先は神経が集中して痛みを与えるのに最適です。まあな、手の指と合わせて残りたったの8本、全部潰れるまでに私の口割れますか。舐めやがって、いい加減開けやおら。牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないで、ちゃんと仕事しないと。渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、クゼさん。この状況ですごいな。めっちゃ煽るじゃん。殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえを殴るしか脳がねえのか。お前も結構殴るしか脳がねえだろ。まだわかんねえのか。拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろよ。お前も考えろよ。そんなもん俺ができるわけないでしょ。俺はね、兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんて、いつからそんなぬるくなっちまったんですか。
そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。お前殺されるぞ。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺はな、自分より強えと思われる奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちゃ、この俺がいい悪いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい何見てんだ。おら、うわお前まずいぞ。もうちょっと早く来いよ、キリュウちゃん。キリュウ、てめえらなんでここが。まだ一応生きてるが、脳震盪ぐらいか。結構なスピードで行ってたよ、頭。そうかい。なるようになっちまうもんだな。ぜえ、またやんのかよ。いいよ。何回戦うんだよ、クゼちゃんと。大丈夫、早い早い。あ、くそ、なんかいっぱいいる、いっぱいいるか、いっぱいいるな。待て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 、おいおいおい待てくれ、ちょっと待って、あっておいで。あ、っていうか弾入ってねえじゃん。装備変えよう。よし、ほら、ちょ、早い、みんな動き早いんだよな。よし、オッケー。で、装備を変えよう。任せとけ、こうやっていっぱい持ってるからな。あれ？装備できてなかったね。はい。パンチ。はい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 。協力感あるな。あるかな。はい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 、次。いいなこれ。ライター使おう。はい、あら、燃えろ燃えろ、よしよしよし、チンピラスタイル、はい、よいしょ。これこれ使って、ほらこのでかいやつ、よいしょ、はい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 、よし、待って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 、ちょ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 、ヒートアクションをさせろ。ちょっと待って、挟まれてんのよ。よいしょい。オーケー、ほら股間を潰してやるぞ。ちょ、壊れたよ。ちょ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 、でも二人で戦えるのめっちゃいいな。ほとんどショットガンの力で全滅した感はあるけど、よいしょ、痛い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 、ほらやった、ほら起きてくださいよ。え、ていうか本当に橘さん大丈夫か、
そこが怖いんだけど、完全に行かれてたもんな、頭な。あ、いいね、よいしょ。ほら、起きろよ、寝てんじゃうぞ。よし、あとは OK、終わり。エビ釣りですね。キリュウ、大丈夫か。立花、すまね、遅くなった。謝ることありませんよ、キリュウさん。おい、立花、よせ。妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む、誠をここに。分かった。もう間に合いません。立花、キリウス、ラオグよ。あやつってのは堂島総兵です。なんだと。クゼが言ってました。すべての人は堂島が引いています。風間さん排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい、立花、なんだこんなことに。こんな、一目妹に会わせたかったな。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。眠っただけで会ってくれ。くそ、違うな。くそ、しぶとすぎだろ。てめえのやるべきことをやってまでだ。え、でも殺したのはお前の部下だからな。言っとくけど、クゼちゃんは別に。もう堂島組だけの問題じゃねえ。あの土地は近江連合に売ろうとしてる人間が東城会の中にいた。裏切り者よ。そいつが誰なのかまだ分からねえ。え、まだ話広がんのこれ。ただそういう動きがあるのは確かだ。もし殻の一つを近江連合が手にすれば、奴らは再開発計画を乗っ取れる。東京進出だ。そして東城会に戦争を。知ったことか、キリュウ。女を渡せ。東城会全部を敵に回す気か。牧村誠に指一本でも触れてみろ。俺が東城会を潰す。一人残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。
識は？とうとう化けやがった。本物の極道に。意識は？殻の一壺側の出口ってことか。キリュウ。連れてきたのか。お兄ちゃん。お兄ちゃんは？お兄ちゃん、どこ？無事な状態で合わせてやりたかったな。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。